ジャスクサバリエラのおちゃんです。こんにちは。今日はですね、こちらにあります、見えますか、はい、ピアニストになりますフレディ・レッドですね、フレディ・レッドのここにあります、サンフランシスコスーツ、まあサンフランシスコ組曲なんでしょうか。ここにケーブルカーが映ってますけども、サンフランシスコのイメージを思い浮かべて曲にする、もう彼の得意とするところですね、ある情景とかですね、ある思いとか、そういったものを曲にするという非常に優れた作曲能力、スタンダードとか人の曲とか、そういったものは彼には必要はありませんね。自分で作ってしまう、あのブルーノートの異色のザ・コネクションという麻薬劇のレコードを彼がリーダーとなって作りましたけれども、あれにしてもですね、非常に彼が全部作った個性的な人ですね。他にブルーノートでシェード・オブ・レッドっていうのがありますし、あとヨーロッパ録音でフトゥーラっていうの、パリ・アンダースカイズ、これはまたパリ・アンダースカイズ、青空の下のパリ、パリの情景、パリの彼が感じるその思いをですね、曲にする素晴らしい綺麗なパリアンダースカイです。以前紹介しました。はい。といった風に彼はですね、自分で作ることだけども彼は過小評価されてるのではないかと私は思ったりします。それほどリーダー作があるわけでもないですよね。それで、フレディ・レッド、残念ながら去年ですか、亡くなりました。93とか4とかそんな感じですね。はい。それで、今日はですね、この中から B 面の4曲目ですね、ニカ・ステップサードという曲を彼が作ったと思います。ニカといえば、たびたびこの頃私、皆さんにお見せしてますけども、ニカといえばパンノニカですね。あのアメリカのジャズメンを非常にサポートしたというニカ夫人を称えた彼の曲なんですね。これが1957年の、録音になります、はい、その曲をですね、短いんですけども、お届けしたいと思うんですね。それで、以前紹介したその Three Wishes という本を紹介しましたけども、これですね、はい、そこで、当然、ニカが彼の写真を撮ってます、珍しいのではないでしょうかね。ジャケットに現れるフレディ・レッド以外では、フレディ・レッドのこのリラックスしたプライベートの姿、まあキャットハウス、ニカ夫人の、家だと思うんですけども、これですね。ご覧いただけますか。ちょっと私いつもこのアップにするのが上手じゃないので、どうですか、フレディ・レッドですね。はい。フレディ・レッド。はい。彼ですね。はい。それで、フレディ・レッドに、パロニカは、皆さんと同じように、スリー・ウィッシス、フレディ・レッドにインタビューしてます。それでフレディ・レッドは何て答えたかというと、非常にシンプルです。彼らしいですね。3つちゃんと答えてます。3つ答えてない人もいるんですね。ちょっと脱線しちゃってますけども。この中で一番短い回答をしたのが、わかりますか？わかると思います。憎たらしい、ふてぶてしい、マイルス・デイビスですね。マイルス・デイビスが答えたのは
3つ答えてないんですね。1つしか答えてない。 To be white 答えてないね。白人になることということなんですね。それでフレディレッド、3つシンプルですけども誠実に答えてます。1つ、牧場と馬、牧場を持ちたかったんですかね、馬とか。で2番目にですね、世界中を旅すること。それから、3つ目はですね、ここがいいですね。もう彼はピアニストです。理想的なグループを持つこと、一緒のミュージックサポート、ミュージシャンサポートですね、理想的なグループを持つことというふうに答えています。非常にいいですね。はい、ちょっと脱線してすみません。といったことで今日はこのサンフランシスコスーとレディレッドが塗料でやってます。この中から2かステップスアートをお届けします。ジャズはいいよ。